ェコムからお届け北九州ジーンズ館。皆さんこんにちは、始まりました北九州ジーンズ館。この番組は北九州で元気に活躍をされている北九州人の方をゲストにお迎えし、その方の活動の内容や元気の源、そして北九州の魅力などについて語っていただきます対談番組です。進行役は私伊藤美香です。よろしくお願いします。そして今回第26回のゲストはこちらです。ワイン各打ちケンズワインのマスターで名誉ソムリエの小川健二さんです。はい、ケンズワインの小川健二です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今回の収録場所なんですけれども、小倉北区梶町にありますケンズワイン1号店からお送りいたします。こちらが今お邪魔しておりますお店の外観ですね。はい、はい、場所で行きますとどのあたりになりますか？モノレールの平和通り駅からですね、はい、大貝ストリートに入りまして約10秒ですね。はい、はい、もうすぐ着きます。そうです、すぐ着きます。はい、こちらに今日はお邪魔しております。さあ、そして小川さんをお招きしましての北九州人図鑑なんですが、今回のトークテーマ3つご紹介いたします。1つ目、どうにも止まらない。2つ目小倉のワイン王。3つ目、日本ワインの歴史は小倉にありとなっています。では早速1つ目のテーマ、どうにも止まらないです。まずは小川さんのご出身教えてください。北九州市戸畑区でございます。はい、小さい頃はどんなお子さんだったんでしょうか？そうですね、はい、まあ、うん、やんちゃだったですね。やんちゃだった、はい、はい、お写真があるんですけれども。そうですね、これ、はい、実は幼稚園の時の写真なんですけど、この先頭で、はい、ちょっと怖い顔してますけど、この体格いいですね。そうですね、うん、非常にこの頃は大きかったですね、うん、これは遠足か何かでしょうか？そうです、動物、はい、動物園ですね。はい、はい、ちょうどゴリラのいるところの近くだったと思いますね。はい、はい、後ろで鼻を垂らしてるのが、うん、吉春君って言うんですけど、はい、吉春君、そうですね、はいはい、今の旦過市場で魚屋をやってますから。吉春君見てますか？はい、はい、さあ、そして、やんちゃだった小さい頃なんですが、習い事もなさってたんですよね？そうですね、はい、いや、実はこの時は空手ですね、うん、空手とかしてました。はい、それ以外にも。そうですね、空手一回喧嘩して、うん、負けて、はい、うちの親父から、空手よりもボクシングやれということで、はい、小学校5年からボクシングの道場ですね、うん、通いました。はい、あ、そうなんですね、体を動かすのも得意だったんですね。そうですね、頭よりもですね、うん、この頃はですね。さあ、ではこちら、はい、はい、ちょっとそうなんです、これ中にね、はい、ここどこに僕がいるんだろうかっていうのがちょっと分かりにくいんですけど、なんか背後霊みたいな感じで写ってるのがですね、はい、ここですね、はい、他に写真なかったんですか？いや、怪我の滝ユースこれ1枚しかなかったです。はい、ユースこれ。さあ、そして大学時代なんですけれども、アルバイトもされてたんですよね？はい、そうですね、はい、まあ食いっぱくれがしないようにということで、はい、百貨店の、うん、食品売り場で、はい、働いておりましたね。この時はまだワイン売り場とかじゃないですよね？まあ、ないですね、はい、はい、ワインではないですね、はい、岩田屋だったんですけど、うん、さあ、その大学時代なんですけれども、いろいろ熱心にお勉強もされたんですよね？そうですね、うん、まあ、ね、格闘技ばっかりやってたんですけど、はい、たまには頭使わないといけないかなということで、はいはい、たまたまその宅地建物取引主任者のですね、はい、試験が学校でやっておりましたので、まあ、受けたわけなんですけど、うん、はい、受けたら、まあ、通ったという、ことなんですけど、これは在学中ですね？そうですね、はい、そして大学を卒業後なんですけれども、はい、それからどうされるんですか？そうですね、まあ、不動産会社に卒業、うん、まあ、実は大学は卒業してないんですよ、中退なんですよ、うん、はい、はい、すぐ不動産会社に就職しました。はあ、それはその不動産屋さんで働きたいとか？そうですね、宅地建物取引主任者の資格を生かすということで、うん、はい、
それであの、まあ、その不動産会社に就職したわけなんですけど、はい、まあ、ちょうど時期も良かったですね。すごくあの、うん、マンション建てたら売れるっていうようなそのいう時期でございました。はい、さあこの一つ目のテーマどうにも止まらないなんですが、どん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 行きます、挑戦してきますね。お仕事をしながらもやはりお勉強もずっとされるんですよね。そうですね、はい、近くの大町にある英会話教室にも通ってました。はい、はい、そしてその後お仕事もいろいろされるんですよね。そうですね、うん、はい、その英語を勉強しながら貿易を勉強したいなということで、はい、あの通関士という資格もですね、チャレンジしました。その時はですね、はい、あ、そうですか。英語はもともとお好きだったんですか。そうですね、英語は、うん、好きだったですね、はい、うん、英語と通関士とくるとやはりこう海外に行きたいなというのもね、あるかと思うんですが、最初はどちらに行かれたんですか。まあ、一番海外に行ったのは台湾なんですけどね、はい、一番最初に、はい、そこからの、まあ、初めてのヨーロッパはイギリスですね、うん、はい、イングランドに行きました。はい、さあそしてワインとの出会いなんですけれども、はい、これはどこで。そうですね、ヨーロッパでも、うん、まあ、飲む機会はあったんですけど、ほとんど樽から飲んでるような感じだったんですね、うん、で、ボトルからグラスに注がれて飲んだっていうのが実は、うん、はい、カリフォルニアだったんですが、ナパだったんですけど、そこで、まあ、飲んだワインがすごく美味しかったっていう。ブドウの品種は、まあ、カベルネソービニオンって言うんですけど、ここに入ってるので、はい、そうなんですよ。先ほどからいい香りがするでしょ、うんうん、この黒い果実の香りが。リハーサルの時もチビチビと飲まれてましたよね。いや飲んでないですよ、飲んでないです飲んでないです。香りだけ取ってた。香りなんですね。ということで一つ目のテーマ、どうにも止まらないということなんですが、もう本当にこう積極的にね、常にこう挑戦を続けていく、小川さんですけれども、二つ目のテーマは小倉のワイン王ということなんですけれども、小川さんは北九州で唯一名誉ソムリエの称号を持ってらっしゃるんですよね。でここはソムリエ、名誉ソムリエとちょっと教えていただきたいんですけれども、はい、これどういう。そうですね、称号、日本ソムリエ協会でございます。はい、その日本ソムリエ協会がですね、うん、貢献したと、ワイン業界において貢献したという方に、差し上げるっていう称号でございますが、はい、何か知らんけど、私の方にですね、はい、いただきまして大変名誉なことでございます。ソムリエになるのもいろんな試験があるんですよね。そうですね、はい、普通は試験でやるわけなんです、うん、この名誉ソムリエというのは、はい、試験ではないですよね、はいはい、それまでは試験ってありますので、僕がその1999年にですね、はい、ワインエキスパートという資格を最初に取ります。はいはい、それおいくつぐらいの時ですか。99年ですから18年前ですから43歳の時ですね、うん、はい、はい、遅いですねこのワインエキスパートというのはまたソムリエとはちょっと違うんですね。そうなんです、実はこの呼称をですね、呼び方っていうのは職業によって違うんですね、はい、だからこのようなワインバーでこのワインをそのサービスするのがソムリエであって、うん、はい、逆にそのワインを注いでもらって飲んでるのが、飲んでる専門家っていうんですかね、はい、消費者側に立ってる、人たちの、はい、人たちをそのワインエキスパートっていう、はい、試験は一緒ですね、はい、そして先ほどのこの名誉ソムリエというの、北九州にはもうたったお一人だけという。そうですね、はい、寂しいですね。この就任式の、そうですね、これ私ではないんですけど、はい、去年、福岡の方で、5名ですね、選ばれました。大阪の方と、はい、福岡の方が入っておられますね、はい、この時のお気持ちっていかがでしたか。いや、気持ちよかったですよ。気持ちよかったですか。はい、叙任式でございますので、はい、刀って剣ですね、剣で刀、こう肩をですね、こう叩くわけなんですよ、はあはあ、肩にこう、そして右肩から左肩っていう、うん、なかなかちょっと不思議な儀式なんですね。なんかね、テンプル騎士団みたいなですね、やっぱりそういうものもありましたですね、ちょっと手が震えました。震えて頭をコンと、はい、非常にこう記念になるね、一枚です。はい、さあそしてこちらなんですが、ソムリエとしてのお写真になりますか。ソムリエとしてというよりも、友人にですね、ワインを注いでるとこなんですね、はい、これ実は大きな6リットルですね、はい、
8本分です。普通のボトルのこのボトルの8本分ですね。はい、重さは6キロありますので。あ、じゃあたくさん入ってると結構重たいですよね。そうですね。手が震えながらこうちょうどいいんですよ。震えながら。でも皆さんこうね注がれるのをこうじっとご覧になって。そうですね。はい。いっぱい飲めますね。飲めますね。はい。はい。さあ、そしてこちらですね、今日はお邪魔しておりますけれども、こちら、はい、ケンズワインのロゴになりますね。はい、はい、で、小川さんですけれども、ケンズワインの店主でもいらっしゃるわけですけれども、はい、このお店について教えてください。はい、2010年にですね、はい、オープンしました。うん、スタンディングワインバー、まあ、立ち飲みですね。はい、この辺では角打ちって言うんですけど、角打ち、はい、ワインの角打ちということで、うん、非常に珍しいですね。そうですね、北九州角打ちたくさんありますけれども、はい、そうですね、ワインに特化したっていうのは、はい、ないと思います。はい、で今私がお邪魔しているところがこちらの1号店。そうです、はい、他にもあるんですよね。あ、この50メートル先にですね、2号店がございます。二松コアの1階にございますので、はいはい、雰囲気ってだいぶ違うんですか？向こうは座れます。座れます、はいはい、こちらはじゃあ立ってですね。そうです、角打ちですからね。はい、皆さん結構ねこうワイン好きの方たくさん集まってこられるんじゃないですか？そうですね、やっぱり気軽に楽しんでほしいということがもう一番でございますので。はい、はい、ワインというとね、なんか知識ないと飲めないかなっていう感じもするんですけども。だからそういうことだから、なんていうんですかね、まあ、僕は日頃ワインは主役にならないっていつも言ってるんですけどね。はい、好きな、いろいろ飲んで好きなタイプの、あ、これ赤が好きだなとか白が好きだなとか、うん、ブドウの品種のカベルネがいいなとかピノノワールがいいなとかいう、うん、まあ、そういうのにこう出会えてですね、うんうんうん、まあ、そういう場所ですね、そういう出会う、うん、そうですね、出会いの場所ですね。はい、ということで2番目のテーマ、小倉のワイン王というお話でしたけれども、今度は最後のテーマになりますね。こちらです。日本ワインの歴史は小倉にありということなんですけれども、実は北九州市は2016年の秋にワイン特区に認定されたんですね。日本ワインの歴史は小倉にありというので、まずこちらを教えていただきたいんですけども、はい、そうですね、うん、実はその日本ワインの発祥の地ってのが小倉だったという話でございます。まあ、今までは明治の終わりに山梨で作られたっていうのが最初だと言われてたんですと、なんとそこから250年ぐらい遡ったっていう話なんですけど、はい、まあ、小倉の当時の殿様、はい、細川忠俊が、うん、1628年なんですけど、うん、家臣に、ブドウ酒を作れという、うん、まあ、命令した古文書が発見されたということです。はい、そうなんですね。はい、じゃあもう日本最古の今、そうですね、現在ではそうですね。はい、ただただ作れっていうだけではなくて、ブドウの品種、はい、そしてその醸造の仕方、はい、そういったものを、そしてその担当者、そこまで細かに決めてるわけですね。はい、そのやり取りが、やり取りが残ってるんです、ね、はい、非常に私も鳥肌が立ちましたけど、そこに、はい、それを知ってここでワインバーをされてるわけじゃないんですよね。じゃないです、はい、それ もう去年の話ですから、はい、これはね面白い場合っていう話になって、はい、しちゃってことで、はい、小倉藩ブドウ酒研究会というものを立ち上げましてですね、はいはい、こちらお写真ですが、そうですね、はい、もう、まあ、発足のメンバーの、うん、一部の方ですけど、うん、はい、まあ、この僕の友人が、はい、俳優の辰巳拓郎さんが、お隣に、ね、いらっしゃいます。今会員さんってどれぐらいいらっしゃいますか？今151人ですかね、うん、151名ですね。はい、日頃どんな活動されてるんですか？日頃はですね、まあ実はこの子ね、うん、この、はい、こういう、このような、はい、まあ、小倉ブドウ酒事情というようなこういうことを、はい、まあ、書いてるわけなんですけど、ね、で実はこの冊子なんですが、ここにお名前、はい、小川賢治さんと、ね、はい、ありまして、お母さん書かれた本なんですよね。そうです、はい、まあ、50ページぐらいの冊子なんです、はい、なぜ小倉でワインができたかっていうその背景ですね、うん、
まあ、キリシタン、はい、キリシタンというよりもあの、うん、実はのその先ほどの細川忠俊のお父様ですね、奥様が細川ガラシャで、忠俊、はいはい、から言えばお母様ですね、うん、そのお母様のミサを小倉で、30年間、続けていた、はい、ということで、はい、まあ、そこに、はい、そのミサに、キリストの地であるワインを捧げていたのではないかということでございます、はい、いろいろこう結びついていくわけですけれども、そうですね、はいはい、随分調べてらっしゃるんですね。そうですね、実際に行かれたりして、はい、はいはい、行きました、はいはい、まだまだこう執筆活動は続くんですか。そうです、今まだ、はい、書いてます。今もまたあの、うん、今年の秋ぐらいには、はい、かなりの対策が皆様のお手元に届くと思いますので、はい、あの寝ないで読んでください。寝ないで、でも私たち小倉に行って本当に知らないことがたくさん書かれているので、はい、もうびっくりすることも、ね、ありますね。そうなんですね、だから小倉の魅力再発見というんですかね、はい、うん、私自身も驚きました。こういうことがあるんだなということはびっくりしました、はい、ええ、そしてこれあの表紙は小倉城なんですね。そうなんですよね、はい、ええ、でもうちょっと大きな小倉城、はい、これと同じのがあるんですが、小倉武道士研究会ということですね、はい、このようにあの、はい、あ、これは研究会の、そうです、研究会の、まあ、会員募集ということで、うん、はい、作っているポスターなんですけど、はい、この小倉城がもともとの小倉城なんです。今とちょっと形が違いますね。ハフって要するにこの三角の、はい、この三角のあれがないですね、はい、ハフって言われるものがないです、うん、はい、ただあのこれが本当の小倉城の姿で、今ある小倉城は、はい、まあ、かっこよく見せるためにああいうハフを、まあ、つけたわけなんですけど、はい、あのなかなかいいでしょ、すっきりして。そうですね、はい、さあそして今日ご紹介しましたお写真、最後の写真がこちらになります。はい、これはどこですか。これインドですね、はい、インドの何をされてる、ダルプラティッシュ州、うん、あのワインを飲ませてるわけじゃないんですよ。これはですね、はい、ポリオワクチンの、はい、3年間私あの通いましてですね、うん、インドにポリオワクチンを、まあ、あの5歳以下の子供にワクチン接種をしてたわけなんですけど、うん、まあ、インドは当時ですね、うん、あのポリオの発症率世界一だったんです、うん、まあ、なんとかね、うん、あの力に、微力ながら力に、なればと思いまして、はい、通いました。でこういう活動をするのにあたりまして、このワインも、はい、その仲介役となってるわけですよね。そうです、はい、あの実はですねこの時に出会ったワインがですね、うんうん、あのはい、こちらのですね、うん、インドワインって言うんですけど、はいはい、このインドワインなんですけど、これをですね、はい、日本にまあ輸入しました、輸入して、まあ、まあ1000円で売ってたんですけど、うん、あのポリオの1人分のワクチンの金額が50円なんです、はい、でこれ1本で50円で1人分のワクチンを、はい、まあ、捻出しようと、ワクチン、はい、そういう運動をですね、はい、あのその2010年にもともとそのようなことでこの店を始めたんです、うん、はい、そうなんです、ね、実はこれはですね、うん、あのかなり買ってて売れなかったんですよ、はい、全くインドワインということで皆さんもあの、うん、イメージがあまりないですね。そうなんですよ、カレーの味がするんじゃないかとか言われながらですね、はい、私はフランスのワインじゃないとダメなのってやっぱり言われるわけですよ、うん、それと、もう一回でいいからちょっと飲んでくださいよということで、うん、はい、でここのここでですね試飲をしていただいて、はい、でも売ったというわけです。そこでまあ、ここがそのもうお店もきっかけになって、これがきっかけだったんですよ、はいはい、そして皆さんもこのワインをいただくことによって、そうです、こういうねボランティア、だから6000本売れたから6000人分のワクチンを捻出して、はい、届けたということですね、はい、すごいいい活動されたんですね。まあそうですね、はいはい、もうあのいい活動って、まあね、はいはい、やっぱり少しはいいことしないとするはい、ということで、はい、ちょっと照れてらっしゃいますけれどもね、いや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 悪いことばっかしやってるじゃないですか、ね、そういう意味じゃないですけど、はい、ということで3つ目のテーマ、日本ワインの歴史は小倉にありということでした、ということで今回の北九州人図鑑ですが、ケンズワインマスターで名誉ソムリエの小川健二さんでした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。